マユブラからホームランを打って。<laughs> ここはまあもう適当でいいでしょう。コンピューター投げるとこなんで、分かりゃしない。いーよいし、いや、お前マジかよ。容赦ねえな。ちょっと離れてるが、またね、ちょっと歓気が若干つくんですよ。だから、はいおおやべえ、うめええ、これいったんじゃねセカンド?いや、いや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 。いやえ、嘘。は、ま、 はぁ、あ、嘘いん,んこのゲーム。メジャーめ誰 <laughs> <laughs> これ、オカマのあいつかな。高速スライダー投げるやつかな。まあ、ということで、今回からメジャー、ウィー、投げろ、ジャイロボールの方、実況していこうかなと思います。まあ、このゲームはですね、前回まで実況していました。 えっと、パーフェクトクソーザーの前作にあたるもので、まあ、兄弟揃って、まあ、なかなかの名作ということですね。まあ、頑張って、まあ、いや、楽しくね、プレイしていこうかなと、思います。あ、少年編も中学編もできるんだ。えパーフェクトクソーザーと違って、意外とボリューミーだな、このゲーム。<laughs> 神ゲーの予感。この辺は振り返りかなお父さんが死んで、少年時代編がありましたと。 青春高校編って書いてあったけど、どっからなんやろ。あ、夢島からじゃんあ、熱っ夢島熱いなぁ。僕一番あのメジャーの中で、夢島編が好きですね。この意味わかんないトレーニング。大文字焼きとか、なんか滑る坂とか、あとはなんかスコップで変な穴掘るやつとか、か意味わかんないトレーニング。 メイジャーそこが面白いんだよな。やっぱ喋んないんだな。ふって考えると、パーフェクトクソーザーでは一応進化してるんだな。まあ、犬の声を聞きたいかと言われると、そこはなんとも言えないけど。実家のような進化ですね。まあ、Wii にしちゃう、まあ、Wii ってこんなもんかな。なんだこのなんかマリオパーティーみたいなやつは <laughs>。あ、ここでコースを選べってことなのか。十字キーでコースを選んで、 投げると。真ん中行けないんだけど。どこここあ、ボール球投げれるもしかして。<laughs> バーフェクトクソーザーでは投げられなかった。ボール玉が投げられる。<laughs> すげえ。ボール。なんかこの、バッ、バッティングじゃないわ。バットマークとグラブマークが出てて、で、これがなんか一緒になったら、ミートゾーンがむっちゃ増えるらしいです。で、遠かったらミートゾーンが減ると。 で、これは、なるべく、マックスの方がいいと。ほいあ、結構慣れてる。あ、ジャイロボール投げるの忘れてた。せっかく、さっき見たのに説明書。で、ここで、青バックの中に入ると、なんか撃てるみたいですね。でも、コンピューターは当たりませんと。あ、ジャイロボール。なんかちょっとかっこええな音。なんかちょっと上手い。ちょっと上手いわ。 何撃てねえだろ、こいつ。撃てるか。はい。これは外れたらダメなのか。はい。<laughs> はい、どー <laughs> なんで3回流れんだよ。むっちゃ、しげのゴローくん嬉しそうやん。この回を無失点で抑えろ。ってことは、3人抑えれば終わりなのかなオッケー。さっきでも1人バッタ抑えんのに3分くらいかかったから、3人抑えるってなると10分かかりそうだな。ないえ。 なるべく打たせて、取るバッティングで行きたい。バッティングじゃねえわ、ピッチングで行きたい。うわ、大場じゃ懐かしいしげ <laughs> の五郎の抜け玉のことを教えてもらえない、カイドウの5番ですね。草の薬指佐里は教えてもらえるのに、なぜか教えてくれない強打者5番の大場ーー。これさ、重なれば、近ければミートゾーンが大きくなると。遠ければミートゾーンが狭くなる。まあ、狭くなったら、 あの、狭くなるのかどのぐらいかわからないんですけど、正直、いるのかな今の選択ゾーン。オーバーお前に撃てるかなこれは抜け玉じゃねえぞ。はお前、ジャイロボールやぞ。ショートえ、いけ、誰だお前泉じゃねえのか誰だお前 <laughs> これ泉か泉茶髪だったっけ イレギュラーキャッチアクション。これがドラマティックアクションプレイか。はい。来る方向にリモコン、向けよやった。やったんか。おおおおお。いけるか。え、泉来ないかっけ。うん、お、アウトなのかおっせぇな、ちょっと。<laughs> バイバイいいわ、いいわ。 出たー <laughs> こいつ、あれじゃん空気読めずに、青春対街道高校の、試合でバカ喜びするやつでしょう。はい。お前に撃てるかなオーバー、ジャストミートしたぞ。フレれよ、攻めて。はい。ストライクはいと。お <laughs> せえな、振るの。ストライク 2! もう、ど真ん中でいいよ。うわ、やべ勝っちゃっ,ちゃった勝っちゃったどうなんのがこれちょっと見てみよう。どのぐらいでかくなるのか。 これでもし、あの、同じぐらいの大きさだったら、いや、ほんまに、この画面何なんやろうっていう、結論に至りますけど。いはいと、マックスですよ。勝ち合ってどのぐらいミートがでかいのか。はい、どんどん、あんま変わんねえな。結局当たってねえじゃねえかよ。はい。はい、はい、はいは何だったんだ、さっきの。ちょっと今準備してたのにさ。ストライク、バッター、アウト。あ、二人え ワンナウトからだったのかなブラからホームランを打ぺ。<laughs> ホームランヒットじゃなくて。<laughs> なかなか <laughs>、なかなか鬼畜だな。バッティング初めてなんだけど。まあ当たりはホームランになるのかなパーフェクトクソーズはまあ当たりは全部ホームランだったけど。そんな感じなんかないや、13対1とすげえこのゲーム。え ちゃんと延長戦の意味を理解してる。試してこのなんかゲームの次回作は9点差でも10回裏になんか言ってたんですけどね。このゲームの方が発売早いんだけどなぁ。どうしてだろう。ここはまあもう適当でいいでしょう。コンピューター投げるとこなんで、わかりゃしない。ジャイロボール使ってくんのがえげつねえな打撃てるかな。おぉさすがコンピューター。マックスでは投げられないと。 おぉ、遅い。な、な、な、ちょっとなんかその緩急つけるのやめて。<laughs> でもなんでしかもミードちょっと縮むの。あれが離れてるからか。なるほどね。うやっべ、また離れてる。離れてるけど、もうどうしようもねえ、こんなの。でもジャイロボールはもう使えないぞ。ちょっと甘々で頼む。いーよいし、いや。お前マジかよ。容赦ねえな。ちょっと離れてるがまたね ちょっと寒気が若干つくんですよ。だから。はい。おおやべうめえ <laughs> えこれいったんじゃねセカンド?いや、いや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 。いや嘘は、ま、はあ、嘘でしょこのゲーム。<laughs> 今、マックスというか、ど真ん中で打ったよ。じゃあ、あれ何あの、10分の1じゃねえわ。9分の1でコンピューター投げるところを当てろってか、このゲーム。 くちゃくちゃじゃん。運ゲーだよ、もう完全に。やっぱや、もうでもこれ、ゴロ君これコイントスやで、ね。完全に。<laughs> 今もう、自分でもかなり上手いと思ったよ。奇跡的だったわ。敵取り振ったらなんか真ん中行った。しかも、どうしよう。かといっても敵の投げるところなんてわかんねえし。 適当におっ近い近いけどこれもしかして当たんないと一生ホームラン打てないとか今ど真ん中だったよど真ん中でセカンドフライってどういうこと本当にはいと前村が本気だったからかな本気だったらもしかしてどう頑張ってもホームラン打てないとかはいいや難しいわ <laughs> よくさっき真ん中行ったわ本当にストに割れながら奇跡のプレーだったかもしれない 奇跡のプレイを起こしてもホームラン打てないって。はいと。これさっきと同じじゃね今持ったら。上下、上上下じゃない下上だったよね。次はでもさっき、ここでさっきアウトになったから。もしかして投げてるとこ同じなのかなお、いいね。抜け球。これはホームランできる。いエいど真ん中あ。はいと。 お、遅い、むっちゃ遅い。<laughs> これはさすがに行ったやろ。<laughs> これは行ったわ。セカンドまた。いや、むっちゃ曲がるやん。いや、な、なにそれ。セカンドとは、あと守備範囲広いなと思ったら、ホームランなんか、はい。いや、ほんとちょっと、パブロックに似てるし。<laughs> なんで最初セカンドってなったんだ